皆さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。皆様いつも温かなお言葉を本当にどうもありがとうございます。お一人お一人個別にご挨拶やお礼を申せてはおりませんが、いつも心から感謝をいたしております。本当に支えてくださいましてありがとうございます。皆様がいらっしゃってくださるからこそ、こうして続けることができております。ありがとうございます。本日のテーマなんですけれども、急に変わりましたね。本日のテーマなんですけれども、ご視聴者様からのリクエストにお答えをいたしまして、安倍元首相でございます。今後は元首相と、申させていただきます。元首相の皇室に対する思いでございます。こちらは思念でございます。でよくこのような占いをさせていただきますと、そんなもう亡くなった方までみたいな、なんかそんなものなんか占えるんですかみたいな、そういういい加減なみたいな、そんなコメントなどもいただくんですけれども、これね、例えばですけれども、例えばですよ、ご生前のこの元首相、私は直接お会いしてお言葉を交わすことも、ね、お話をお聞きすることも、そんなこともできるような、そういう立場でもございませんでしたので、本当にテレビで拝見するか、遠巻きに国民として演説をお聞きするとか、それぐらいしかできなかったわけなんですよね。でもその思念を占わせていただくということに関しましては、例えばご生前この元首相が東京にいらっしゃるとしますね。でその思念を見させていただくということも、お亡くなりになってその思念を見させていただくということも何ら変わりはないんですよね。何ら変わりはないんです。違いはと申しますと、肉体があるかないかだけなんです。でなんかね、これはあくまで私のに感じられることなので、他の方々はどうかは分からないんですけども、お亡くなりになった方の方がこういうふうな時っていうのはさっともうそこにいらしてくださっているような、そんな感じがするんです。ちょっと余談になりますけれども、私知らない間にイギリス人の親友が亡くなっていたんです。で本当大親友でだったんですけれども、亡くなっていたんですね。で数ヶ月後にそれを知ったんですけれども、知った時からもうね、それまではイギリスやフランスにいると思ってたんですと思ってたものですから、思い込んでいたものですから、もう亡くなったと分かった時からはもう直接すぐに名前を呼ぶんです。そうしますとすぐに来てくれるんですよ。で、いつもなんかニコニコ笑ってたりして、でね、これも余談ですけれども、急に椅子が一つ欲しくなりまして、椅子を購入したんです。でなんかちょっとこの私のタロットテーブル用にと思ったつもりだったんですけども、その椅子というのは全く高さも合ってないんですよね。分かっていて買ってるんです。で来て座ってみましたら、高さは本当にバーのカウンターみたいに高いんですけども、なんかねすごく気に入って、今もこの私の真横にあるんですけども、この椅子ね、気がついたらイギリスアンティーク風だったんです。で私ね、なんだかもしかしたら彼女が注文したんじゃないかとちょっと今思ってるんです。でなんか彼女がここへ来た時にこの椅子に長い足で腰掛けてるんじゃないかなってちょっと想像してみたりなんてしております。ちょっと余談でした。で、なので本当にこれ生前のとかそういうのではなく、もう現在の今の思いをお聞きしております。はい、そのようにしてカードに引いております。でもね、これずるい言い方になりますけれども、今回は言わせていただきます。これね、あくまで占いですと申させてください、お願いいたします。と申しますのは、私はあまりそういうことを言うのは好きではないんです。責任を持っていたいと思っておりますので。ただ今回この亡くなった方、もうね、ましてやこの元首相に関しましては、本当にね、その結果以下によってはもうちょっとね、私そのコメントなどが耐えられるかどうかちょっと自分でもわからないんですよ。なのでちょっと怖くもあるんです。なのでこうニュートラルに、本当に生きておられる方のように、
リラックスして、まあ、緊張とリラックスで占わせていただこうと思います。まあ、あまり余計なことを気にせずに。で、一応申しておきますが、私このお方に関しましては実はまだよくわからないんです。もうついこの間ももういろんな YouTube を拝見しまして、本当はどうなんだろう、本当はどうなんだろうって考えていたことがあるんです。1週間以上も前なんですけども、私は、まあ、皆様それぞれご意見あると思うんですけれども、終わりだと思うんですけども、私はまだわからないんです。わからないです。なのでお聞きしたい気持ちです。はい、それでは、はい、始めさせていただきます。まず1枚目ですね。15番正位置、これはね、皇室というところが彼にとっては、彼というのもちょっとね、ないないしすぎますね。元首相にとっては、どんなところだったのか、どんなところだと今も思っておられるのかっていうのが出ています。それは思いがけないようなね、思いがけない源からの気前よさと親切さを受け取るような場所である、こういうことなんですよ。そういう場所である。あとは相続とか相続財産とか継承物とか、なんかそういうのが出てます。あとはね、相当な金銭的利益というのが出てます。そしてこれは皇室というところになんですけれども、たっぷりと与えられた何かなんです。なので本当にこの皇室という場所はそういう場所だというのが出ています。もう思いがけないようなところからも気前よくこう何かを受け取る、親切も受け取る、相当な金銭的利益のある場所というふうに元首相からは思えているってことなんです。あとね、これが表す人というのの中に受け取り人、受け取り人というのはこの場合は皇室のことになります。その受け取る人の、まあ、皇族ですね、のどなたかですよね、の名声を守るために匿名とか、まあ、秘密主義みたいな態度で与える誰かなんですよ。それか例えば団体であればどこかってことになりますよね。匿名で与えたり、匿名というか秘密主義の態度、要は公明盛大に与えられるものではないということなんですよね。そういうことなんですよね。で、アドバイスみたいな感じで与えられるものを積極的に受け入れて、そして進んでそれを活用する、その方法を知れというふうにおっしゃっておられるような感じなんです。あとは問題解決のために必要以上のものを与える準備をせよと、そういうふうに皇室におっしゃっておられるようなんです。問題解決のために必要以上のものをもう与える、今度は与える方ですね、与える準備をせよと。次いきます。11番が逆、これはね、降伏するなときました。降伏です。降伏するな、譲歩するな、諦めるな、妥協するな、そんな感じです。何かでこう相殺するような人、要は何かで差し引きして帳消しにしてくるような、そういう誰かを勘弁するなと、そういうふうにおっしゃっておられるカードです。あなた方のそのやり方、考え方を強く主張せよ、強く求めよと。あなた方の考え方で強く求めよ、あなた方のやり方を強く主張せよというふうに、降伏するなと、
そういうふうにおっしゃっておられる。これは誰に対してなんでしょう。皇族の中のどなたかにです。だからちょっとまあ、私もそうですし、愉快な仲間たちの皆様も、これは一体アーミヤ家なのか、天皇家なのかっていうことになりますよね。ここではまだ分かりません、この2枚では分からないです。ただね、この1枚目のそのたっぷりと与えられた何か、相当な金銭的利益って、これがまあ、どちらのことを持っているのかってことになると、金銭的利益はアーミヤですよね。14番が逆、逆、これはね、我慢です。忍耐、今すぐは行動するなと、変化を開始するな、今すぐは変化を開始するなと、いかなる状況の改善も改良も好ましくないと。なんかね、アドバイスですね、これ。皇室に対する思いというより、なんかアドバイスみたいなのが次から次へと出てきております。今すぐは行動するな、変化を開始するな、そんなカードですね。次いきます。23番正位置、これはね、ほう、なるほどって感じなんですけども、安全と保護があなた方を取り囲んでいると、もう取り囲んでいる、あなた方は安全、安全と保護が取り囲んでいます、で、夢の実現に向かって支障なく進むことができると。なぜならば安全と保護はあなた方を取り囲んでいるからということなんです。で、そのあなたが持つその保護というものに感謝をなさってくださいと。で、まあ、カードの意味の一つとしましては、そのあなたが選ぶ道、それはどのような道であっても成功へと導かれていくだろうと。なぜならば守られているからなんですよ。で、アドバイスが出ておりまして、それは進む前、一歩進もうという時には、それぞれの段階で必ずこっそり段階段階でチェックをしなさいと、チェックしなさい、それをが出ています。で、あとはね、完全な代替案、予備計画みたいなもの、よく英語でプラン B とか言うんですけど、その A がダメなら B も用意しておけみたいな、そういう感じのものを確実に持ちなさいと、持っていなさいという、そういうなんか予備計画、あとは、まあ、代替案を確実に持っているようにとアドバイスをなさっておられますね。17番逆、これね、皆さん、ここへ来まして、ここまではどなたに対してのことなのかちょっとわからなかったんですよね。でもね、ここへ来ましたら、これね、ちょっとね、もしかしたら、皆様方からはへーってなる方かもしれないですね。と申しますのは、これ突然のように否定的な方向転換があったっていうことを示しているんです。突然の否定的な方向転換、そして破壊の恐れがある、破滅の恐れがある、しかもそれは何か大いなる力によって、運命のようなものとか、あとは自然の力、あとね、運も断絶しているような、要は人間の力ではないような力でもうあるだろうっていう感じなんですよ。多分これはもう亡くなっておられますので、あるだろうっていうよりも、もっとよく感じておられると思うんです。なので、あると思っておられると、分かっておられると思います。この人となりというのは、亡くなったからといって別段成長するものでも何でもないんですよね。ただ体から抜けるだけなんです。なので全く同じ人なんですよ。全く同じ人でも、そういう感覚というのは
あの生きていた時よりもうんと研ぎ澄まされておりますので、研ぎ澄まされているというか元の状態に戻るんですよね、肉体のない状態。なので何でもよくお分かりだと思うので、これはね大いなる力が働いていることを分かっておられると思います。で先ほどと同じアドバイスが出ているんです。現時点では動かないこと、変化を開始しないことが一番であると。これはね何か破壊の恐れを感じておられるんですとなりますとですよ、ね、これは本当に私の意見です。そしてもう一度申します、占いですからねと申しておきます。これね突然に今まで調子良かったのにネガティブな方向転換、ネガティブな方向転換があったのはアーミヤ家ですよね、夫人ですよね。破壊の恐れが現在あるのもアーミヤ家ですよね。なんかそんな感じがする、うん、ではこちらに移ります。サーヴァント、あ、スイートハート、マレディ、これは間違いなく年の宮愛子内親王殿下のことです。となりますと私ね、このマレディ病気で表された方っていうのは皇后陛下じゃないのかなと思うんです。そうなのではないかなと思います。でここ使用人って出てるんですよね。まあよもやこのお二方を使用人扱いするようなそんな思いではないでしょうねと言いたいんですけど、なんかね使用人はちょっと置いておきましても、あとねもう一つ考えられるのは、このお二方のご自分は使用人ですよっていうような、まあ、使用人というかね、まあ、そういうなんですよっていうお気持ちっていうのもそういうふうにも読めるんですけど、なんか違う気がする。なんかねこのお二方に献身自己犠牲を求めておられる。その自己犠牲もどういうふうなのかね。例えばですよ、今じゃあ仮に年の宮愛子内親王殿下にね女性天皇になっていただこうと思っていたとするじゃないですか。そうしました時にやはりあるところでは献身も自己犠牲もなさっていただかなくてはいけない部分ってありますよね。なのでそのことを思っておられるのかもしれないですし、はたまた逆で今そんなお話がありますがとんでもないと、申し訳ないが、まあ、犠牲者になってくださいと、そういうふうな逆の意味でも取れるんですよねこれ、でどちらなのかって感じなんですけど、ものすごく慎重になって私ね言えないんですよね。なんとなく言わなくちゃいけないような、でも言えないんですよね。ものすごく慎重になってしまいます。うん、次々見てまいります。ハウス、ロール、鹿だ。これね、まさかですけど、見てください、これ。家、宮家なんじゃないですか？宮家。で、これ主人なんですよね。この家の。ってことは、当主なんですよ。で、鹿となると、ご家具上っていう感じにちょっとこのカードは感じますよ。これこのカードはそのように感じます。三宅家ね、家三宅主人当主鹿、いやいや、こういうことあの時止められたのは女性天皇とね女系天皇でしょ、いよいよ女性宮家でしたよね。だけどこれを見ると止めたのはもうなんとか一緒に止めたけど、止めたのは
女性天皇だけだったんじゃないかって感じがするんですけどね。スカラーサービスカンサレーション、これね、これはね、やはり有識者会議のための有識者、有識者会議の有識者、これだとまるでその有識者をお迎えに行っているような感じに見えますよね。そのお世話をしている感じなんですよね、奉仕とかお世話を。これは心の平安、慰め、有識者、お世話、心の平安。今有識者会議をきちっとしてほしいのは、年宮愛子内親王殿下のためにしてほしいんですよね、我々は、ね、このままでは困るんですよね。だから皇室典範を改正してほしいんですよね、我々は。でそこをお迎えに行くってなると、あれ今度はさっきとは逆だなみたいな感じになりますよね。そうすると心の平安、慰めってなりますと、先ほどのこのこれとはなんだか、あ、天版改正してこれか、そういうことか、そういうことか。ちょっと次々見ます。サイズチャイルドだ、ホープ、これは男系ですね、男系です。これはね、私迷いませんね。これね、あのもうため息と嘆きだったんですよね。はあどうしようって感じだったんですよね。そこへやってきたチャイルドなんですよね。H 君です。でそこにこれ子どもの誕生と始まりなんですよ。 H 君なんですよ。嘆いていたところにこれが来たんですよ。でこれはっていうと、もう希望、願い、期待なんです。これはもう本当男系が出てますね、これ。これ。次。サプライズ。ティーフ。マーチャントだ、これ。これはもう海の向こうの外国人ですよ、これ。思いがけない贈り物。があったで奪うんですよね、一味がね。もしかしてこれはもう一味の指示かもしれないですね、これ。もうそれぐらいのお話かもしれないですね。逆にこう一味の指示で、まあ、このこれはね、このことだと思いますよ。これこれ思いがけない利益っていうのはこれですよ。思いがけない贈り物っていうのはこれがあって、さあこれなんです、イコールなんですよね、これがもうイコールなんです。よしこっちやっていう、でこれなんですよ。ここの指示で こういうことをしたんじゃないかってぐらいですよね。次見ます。フィデリティソウトウィドウ、お墓二つで、真ん中は重大な決定が下されなければならないと、もう一生懸命こう考えておられるような姿なんですよね。何の重大な決断か、これ絵だけ見てたらお墓二つなんですよ。でもね、これ本当の死を意味しているかどうかっていうのはそれはわからないですね。本当の死ではない、葬られ方かもしれないですよ。っていうのはこれ未亡人なので、ここに入っているのは、私はこれアーだと思うんですよ、ね、でこれなんかね、これなんか動物でしょ、なんかね、中に入っているのは子供みたいな感じがするんです。大人ではない、なのでこれ H 君かなって思うんですよね。で重大な決断を下さなければならないと、
なんかね、こうだから、このままだとこうなってしまうからという、この2人が危ないというような、でなんか決断を下さなければならないってなっているんじゃないかなって気がするんですよね。こうするために、この2人をお墓に入れるために決断を下さなければいけないではない気がする。これは私に感じられることなんですけど、でも決めつけませんよ、決めつけません、でもなんかそんな感じはするんですよ。この2人をなんかここを葬ろうとしている、そんな感じにも感じられないんです、この2人が泣いているみたいな、もうこの、ね、この動物もこの未亡人も泣いている、あどうしようというような、そういう感じをするんですよ、絵から。で次いきますね。あ、これは H 君です。このアドレッセントっていうのは H 君、これはね、あの忠誠とか忠実度とか そういうのを表すカードです。テンサーとモスフィアですね。これは何だろう、緊張した雰囲気とか緊迫した空気とか、なんかピリッとした張り詰めた感じなんですよね。 H 君忠誠、 H 君に対する忠誠かな。で緊張した雰囲気、緊迫した空気、なんだろう、なんか雰囲気は来るんですけども、H 君、間違いない、これ H 君なんです。 H 君と、これは忠誠、忠誠を表す、で繰り返しますが、緊張した雰囲気、緊迫した空気、ピリピリしたような、ピーンと張り詰めたような、そんな感じです。次、Birth, Pregnancy、 Joy、 これも H 君です。これも H 君です。これあの妊娠出産ね、その後中傷とか悪口が今でもあるね、中傷とか悪口、これね、あの年の宮子内心脳殿下が生まれましたっていう、それではないです、違います、これ H 君です。で中傷とか悪口がある、いろいろ言われておりますよね、誰の子供だとかね、体にあの健康状態とかね、いろいろなこと言われておりますよね。それが中傷とか悪口っていう感じなんですよ。でもこれもう歓喜なんです、この子供がいることが歓喜、もう嬉しい、喜び、幸福なんです、これ歓喜、もうとても嬉しいことだということなんですよ、これ。ちょっと次に見ます。ヘジテーションですね、ヘジテーション、スライドミッション、Lot of money, inheritance。 これは何か躊躇している、ためらう、尻込みする。でこれはスライドはちょっと置いときまして、ミショップなんですよね。これはね、なんかね、事件とか事故とか何か障害、もっと言えば不具合とか。出来事、何かの出来事、しかも良くない出来事ですよ、これは。そういうことで、これはたくさんのお金と、まあ、相続財産とか継承物とか、そういうことなんですよね、たくさんのお金と継承物、あとは受け継ぎ、だから、申しまして、あの例えばあの H 君がね、じゃあ口頭が移っていくと、そういうふうになったら、このカードなんですよね、いうと受け継ぎなんですよ、継承なんですよ。だからあ、このまま行けばあへ行き、もう考えるのもあれですけど、あへ行き、H 君行くという、それを言ってるんです。そしてたくさんのお金が入ってくるんですよ、ね、でもここが躊躇、ためらう、尻込みするが出てるんです。なぜ、ちょっとね、事件とか事故があったり、障害、不具合がある、不運な出来事がある、
なんかそういうことなんですよね。それかこのお金とかそういうことで尻込みをすると事件とかが起こるっていうことなのかもしれないですよ。お金をもらいに行くんじゃなく、こんなお金なんて受け取れるわけがないじゃないですかという天皇家のような姿勢でいると悪い出来事が起こる、事件が起こる、事故が起こるっていうことかもしれないんですよ。それか何かこのお金によって事件や事故があるので尻込みする、躊躇するかもしれないです。いろいろ考えられるんですけど、何かでもこれですね、間違いないんですよね。たくさんのお金と継承、相続財産、次見ます。ドクター、 widow or divorced、 difficult choice、 医者、そして未亡人になるか離婚するか、女性が一人残る、難しい選択だと。なんだろうこれ、怖いですねこれ。じゃあなんかね、ねえ、未亡人になるか離婚するか、医者が先にいるんですよね。どっちになるか、難しい選択。選択で選ぶんですか、選択するんですか。それともそういうカードではあるけれども、どちらかになるんじゃないかっていうことなのかな。離婚なん、これね、前そんなことはありましたよね。これ皇后陛下に当てはめますと、ご病気でお医者様にかかっておられて、でその際にやたらと離婚せよと言った人がいますよね。ね、そういう人いますよね。だからそのことで何か思っておられるのかもしれないですし、現段階で、例えばこれはキーの姿かもしれない、 M 子さんかもしれない、なんでしょうねこれね。でもなんかこれあんまりいい感じがしないな。なんか本当になんか、まあ、別にどれもそんないい感じではないですけど、これなんかね怖い。お医者さんにかかっていてこうなってますからね。worries ですね。です。ウィドは今度は男やもめの方ですね。未亡人ではなく、これはね、これは元首相ですね。懸念、心配、不安なんです。何がって、これそのままです。死、誰のって、これ夫人だと思います。これ男やもめになっているので、中に入るのは夫人なんですよね。夫人だと思います。これ夫人の死が心配、夫人が死ぬと心配なんですよ。懸念、心配、不安がある、これそのままです。死です。そうだな、今ちょっとごめんなさい、ふっと、もしかしてご自身の死のことかって一瞬思ったんです。でも違いますね。それだったらこちらを未亡人を出してくるはずなんですよね。これウィドアなので、あの男やもめなのでちょっと違いますね、やっぱり。これ皇室に対する思いなんですけどね。だやっぱり夫人だと思いますよ。夫人が死ぬっていうことが懸念なんですよ。不安、心配事項、懸念事項なんです。では最後いきますね。これ6枚引きました。まず3-3でいきますか。こちら先ですね。 Later MarketGarden、 これ皇室でしょ。皇室に対する思い、これはね、
コミュニケーションの形すべてを表すんです。なのであと文章とかね、何かの文章、でコミュニケーションの形ですので、例えば現代ですと E メールとか、ね、ショートメッセージとかね、あとまあお手紙そのものもそうですし、例えばちょっと Facebook でやり取りするとか、そんなのも全部含みます、コミュニケーションの形。あとは、何か書類仕事をする、書類仕事です。とあとはね、何か紙に関するものすべてなんです。なのですべて、例えばレシートを伝えたい時も紙、テスト用紙伝えたい、答案用紙伝えたいのも紙、レターで来るんですよ。だからすべての紙なんです。請求書も紙、ね、警察の調書も紙で来るんです。このレターで来るんです。なのでどのことを言ってるのかなと思いますが、なんかね、でも全般に分かりませんが、書類仕事、文章、コミュニケーションの形、なんかコミュニケーションかなと、皇室。なぜかというと、隣と隣がもうここが気になってるんです、私もすでに。これがね、すべて仕事全般を言います。何か労働です。なので、本当にサービス業とか、ね、もう全部なんです。ビジネスもそうですし、もうありとあらゆるお仕事、ね、貿易とか、もう全部、全部ここに含まれます。皇室に対する思い、コミュニケーションで、書類仕事もしてお仕事につなげていく、でこれもそうなんです、ちょっと同じような感じなんですね。コミュニケーションとこちらは何か人が集まっている姿なんです。なので集団とか集会、何かの会合とか、とにかく人とか物をこう集める、もう集合させる、これ皇室との結びつきだと思います、つながり、パーティー、大会とか、何か大きな会議とか、なんとか会談とかね、あとイベントとか、まあ今ほら、まあ、ちょこ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 としなくてもいい、行かなくてもいいところへ公務行ってますよね。そういうことなんですよね。社交ってなってるんです、これ。社交、イベント、あとグループ、そして例えば組合とか連合とか同盟とか協会とかいろいろありますよね。何か提携するとか、こういう関係とか、もうなんか今もうアーミアがやってるようなことですよね。これ白旅含むですよ、もうそういう感じですよ。そういうのも全部です。あとどこかの国とのとか、そういうのもここ全部入ります。ねえ、こういう関係、つながり、付き合い、それがもっともっと欲しいんです。もっともっともっと広げていけみたいな、そんな感じがここに出ています。なんかこの3倍とも同じことを、なんか同じことをおっしゃっておられる、そう、何おっしゃるというか思っておられる、そうですね、おっしゃっておられると申しましたが、別におっしゃっておられるわけじゃないんですよね。思いです、こんなふうに思っておられるような感じ、だからコミュニケーションをどんどん、いろんな人とコミュニケーションを取り、それを仕事につなげる、ビジネスとか仕事につなげていく。ここはもう集団とかもありとあらゆる、とにかく人の集まるところ、集まるところというか集めるとかね、こういう関係、つながりを持っていく、次の3枚見ます。ハウス、インセンスバーナーだ、スピリット、これはご本人だと思います。もうスピリットになっておられるんですよ。これご本人だと思いますよ。このハウスはね、もしかしてこの質問ですと皇室っていうことかもしれないんです。皇室、そのままこのお家は皇室というふうに捉えてもいいですし、もしかするとですよ、例えば考え方としましては、安倍家とかね、一族とかね、そういうふうにも捉えられるんですよ、そういうふうにも捉えることできると思います。まあこの思いの中にはもうね、あなたの家、ね、毎回申します、あなたの家族、あなたの人々、そしてあなたの取り巻きと、こういうのなんですよ。あなたの側近で、安全性と安心、安心していられるような、その心地よさ、
快適さ、この1枚に現れているんです。なんたってあなたの家ですので、ね、安全と安心なんです。ここにいるだけでほっとしていられるような、そういう感じ、うん、これは皇室のことを思っておられるのか。でこれなんですよ、これは不要なものを取り除けという思い。なしてあなたの家なので、あなたの家に不必要な不要な、あなたの家にとって不要なものは取り除け、除去せよ、うん、もういかなるこの方の考えるところの否定的なもの、もういかなる望まないものも追放せよと、もう追い出せと、一掃せよ、処分せよ、そんな思いです。そして最後にスピリットが出てご自身です。今のお姿なんですよ。なのでこんな形でお力になるという、そういう感じだと思いますよ。それは感じます。ただこれがどちらかなのかってことなんですよね。どちらにも当てはめられるんですよ。あのアーミアでも天皇家でも、これちょっとあのこんな風でしたというだけ、お伝えさせていただきます。これ私後でもう一回見直してみます。ちょっと考えてみたいです。今あの考えないでちょっと感じたことをこうお話しさせていただきましたので、はい、あくまで占いですと申させてください、今回は。それでは本日のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださいましてありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快をお祈りいたしております。応援いたしております。